どうも野尻の上です。さあ今回はですね、なんとコミックシーモアさんのみんなが選ぶ電子コミック大賞2024とのコラボ企画でございます。ごめんなさい倒れちゃいまし倒れちゃってごめんね。みんなが選ぶ電子コミック大賞2024の受賞作品の中から私井上がおすすめの作品を4つご紹介したいなと思うんですが、間違いなくこの先アニメ化する。 実写化されるだろうというものもありますしもうすでに売れに売れているっていう作品もありますのでちょっとその気になる4作品、ね、皆さん漫画好きの方は漫画そこまで詳しくないよっていう方もお聴きいただけたらなと思いますがこの漫画賞次に来るヒット作品はこれというネクストブレイクを探す大会ということでもうすでにもうみんなが知っているような作品。 そういう作品は除外されてて次そういう作品になるであろうというものを対象にした「電子コミック大賞」ということで現時点でみんなが読んでて面白くて売れているということですだからこの先この漫画界アニメ界を背負っていく作品であることは間違いないと思いますので皆さんあお互いがてら気になったものをこのねコミックシー m o で気軽に読めますのでシー m o で検索して無料で読んでいただけたらなと思います。では早速 紹介していきましょうまず最初に紹介したいのは電子コミック大賞賞を受ししましたホタルの嫁入りですこの作品「殺し屋」と「人生先が短い女の子の物語」なんですけど主人公の女の子がトコちゃんと言いましてこのトコちゃんがお金持ちの家で生まれ育って親からすると。 幸せな男性のもとに嫁いでいく嫁に行くっていうのが女の幸せやろうっていう、まあ、今とはちょっと時代が違う古い考え方の世界観なんですけどその中でさと子ちゃんがちょっと心臓に病を抱えてて第一巻の状況ではあまり命が長くないであろうとされてましてでそんな中、まあ、さと子ちゃんその自分の家から外に出ることもあまりなく、まあ、病弱やったこともあって。 まあ自分の家の外の世界を知らないっていうところでまあひょんなことからお父さんから許しを得てちょっと町の方に出かけてみたら悪者たちにさらわれましてで牢屋に閉じ込められましてあ「あ私の人生終わったな悪いやつらに売られていくんやな」っていうところに新平という殺し屋がその里子をまあ次のねその悪いやつに渡すために。 見張るっていう状態で新兵が見張ってたところ悪者はその里子をちょっとねエロいことしようなんていうことも考えながらちょっと乱暴に扱ってたらいやいやいやそれは違うんじゃないかっていうことで揉めに揉めまして新兵が里子をこう連れてきた人たちを全部殺しちゃいます。で殺しちゃってその殺し屋である新兵も里子を殺そうか。 どううしようかっていう、まあ、悩んでいるところにこの聡子もともと心臓を患ってて老い先短いって自分でも思ってるのででも生きることにはがむしゃらで一生懸命でっていうところで何とか生き延びるために命乞いをするとで命乞いをする結果何かやっぱ対価がないと心平を納得できないので聡、まあ、子自身お金持ちの家で 生まれ育っている私自体が価値があるよっていう意味も込めて私とと結婚してくださいとでこの「結婚してください」っていうひ、まあ、一言で新平はいやいやいやそれで結婚それでじゃああなたを助けるそれはどうかなっていう状態で物語が進んでいきます。でそんな中殺し屋である新平は一応里子を最初助けるんですけど。 助けたたたた後ににまたこう悪者たちに襲われたりすするんですよね新平自体自分を助けて欲しくて結婚してくれって言ってるだけでしょと別に俺のことなんか好きでもないよねただの命声で言ってるよねっていう気持ちがどっかであった中新平が悪者をバッタバッタ殺していって血まみれ状態の中聡子は生き延びるために、まあ、新平に キスをすするんですよこの血まみれ状態の新平に対して新平自体は考え方が変人なのでこんな血まみれでやばい俺にキスしてくる聡子めちゃくちゃおもろいやんこんな女出会ったことないほなちょっと結婚も真剣に考えましょうかっていうので物語が進んでいくというでこのタイトルの「蛍の嫁入り」というタイトルなんですけど まあこれもタイトルちょっと意味があって「蛍」という生き物がまあ長い間水の中で成長していってでやっと大人になったって水から出たらあまり長く外では生きれないという生き物その感覚がこの主人公の里子にも似ててやっぱ自分の生まれ育った町生まれ育った家でずっと過ごしてたけど外にはなかなか出れないでも外に出たとしても自分の人生命短い。でもその 短い人生を少しでも輝いた人生にするようにっていう意味も込めてのこの蛍の嫁入りなので先々この殺し屋と心臓に病を抱えている聡子この二人が徐々に徐々にお互い認め合いお互い惹かれ合い嘘から始まった「結婚してください」がまあ最後本当に結婚するのかしないのかこれがちょっと見ものの作品でありますよね。 僕はこの作品正直アニメはもちろんなると思うけど実写の映画やと思いますはいアニメにもおすすめやけど実写映画で目黒蓮 <laughs> 今田美桜ちゃんこの、ね、過去その作品結構あるんですけどこの2人でどうでしょうヒットするんじゃないかな で世界観をちょっとねそういう殺し屋とか昔の状況にしてるだけで多分そういう世界って今の令和でもあると思うのでもう誰でも共感できると思うしさすが今回の大賞というだけある作品になっておりますので是非皆さんこちら蛍の嫁入り興味ありましたらコミックシーモまでご覧ください。さあ続いて紹介する作品は正反対な君と僕でございますご安心ください。 もうジャンプコミックスでです。す。絶対面白いです恋愛漫画なんですけど主人公が鈴木さんと谷くんと言いまして鈴木さんがまあギャル谷くんが真面目のそんな鈴木さんと谷くん普通に生きてたら学校生活では交わない2人なんですが実はこのギャルの鈴木さんが谷くんのことが好きだともうこれ一巻の一話で分かるので一巻の一話で「あ鈴木さんが谷くん好きや」ってなったから「あこれは」 割と鈴木さんがずっと片思いして長々長々えどうやって結ばれんねんっていう作品かなと思ったんですが一巻の間で結結ばれれますこれが結構ね意外や意外外や鈴木さんのギャルマインドと谷君のこの陰キャマインドが惹かれ合ってお互いこの芯があるっていうところにお互いが惹かれ合って一巻の段階でまあ一応付き合いましょうかっていうところまで行くんですけどそこから二人とも。 恋愛に対しては不器用なんですよなかなか自分から好きだってそう素直に言えなかったりこういう時どうしたらいいんやろうっていう不器用なんですけど不器用な中お互いがお互いを思いやってるのは間違いないし気持ちを伝えていこうとしてるこの不器用さが相まじる恋愛ストーリーになってまして。 この正反対な君と僕まあタイトル通りなんですよ鈴木さんと谷くんがもう本当正反対なんですけど正反対やけど気持ちの筋はお互い通ってて2人で同時に「何食べたい?」っつったら「せーのでたまたまビビンバが重なり合う」と。でビビンバが重なり合うけど鈴木さんは「ビビンバ」って言ってて谷くんは「ビビンパ」って言っててあそこなんか正式名称なんやみたいなのでちょっとキャラの違いも出てて。 でこの二人の恋愛物語やねんけどこの周りの人らはなんで谷くんやねん鈴木さんとあなたがギャルでイケてってもっと他にいい男おるやんなんで谷くんやねんって周りは言うと男友達も含めでも谷くんのまっすぐな気持ち谷くんの真面目な気持ちを徐々に徐々に知っていくことで 周りの友達たちが「タニかっこええやん」「俺ちょっと男としてあかんかったな」みたいなを感じていくだからタニくんの生き方に不真面目側の男はみんな一回考えさせられると思うでそんなタニくんの振る舞いにギャルの鈴木さんがどん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 引かれていくっていう作品ですねこれもね正直実写やねアニメより実写の方が映えるよね で、これはドラマがいい。映画より誰で行く？鈴木さんはもうゆうちゃみで行こうか。谷君が寺田心くん。もう真面目超真面目な一途な男の子。お寺の心くんでゆうちゃみ。この2人が合わへんやんと思うけど、ちょっとずつ合うし、ちょっとずつ気持ちが惹かれ合っていくしっていう作品だよね。 まだ一巻しかまだ僕はね読んでないんでこの先どうなっていくか分かんないけどお互い多分理解できないことはいっぱいあるしでもお互いがお互いものすごく相手のことが好きなのででも不器用なのでそういう不器用さがものすごく読んでて面白いし恋愛ってこういうことやなっていうのを教えてくれるというか結ばれてからどうしたらええのっていう。 初めて付き合った彼女だから、ね、勢いで付き合ったはええけどデートどうしたらいいんやろううわじゃあ例えばキスどういうふうに持ってったらええんやろうっていうこの不器用さがものすごく面白くてでそれを表現する上で谷君が Google でこの、まあ、ネット検索する時に検索履歴が鈴木さんにちょっと見られてしまってで履歴の中に、まあ、なんか彼女との話し方とか。 彼女を楽しませる方法とか,なんかそういう調べてる様も見えたりしてそれでなんか「谷君の真面目なとこええな」俺とかで言うたら高校の時に初めて付き合った彼女電話で喋る喋るために一回電話かける前に何喋るかメモで書いてで電話かけたみたいなこともあったんでなんかみんなの初めて付き合った彼氏彼女の時のピュアさがこの漫画を読んでいくと本当に 思いい出させてくれるそういう作品で,す、ね、でまあこっから2巻3巻この先が進んでいくと多分1巻の中ではお互い好き好き同士お互いがどういう風に思い伝え合うっていう状況だけやけど多分喧嘩も出てくるしもっとドロドロした部分も出てくると思うのででもなおかつ忘れてはいけないこの作品は少年ジャンプコミックスなのでジャンプコミックスということはもう全ての少年少女たちが楽しめる作品になっているのは間違いないのでもうこれは。 あの恋愛漫画悩んでる方騙されたと思って一回一巻ぜひ興味のある方はこちら正反対の君と僕ご覧くださいさあ続いてご紹介する作品ですがもうこれはもう皆さんご存知変な家でございます、まあ私この「変な家」に関して言うとそもそも YouTuber の右ツさんが好きで全部見てるんですけどそれこそ嫁と一緒に。でもさんが 出した、まあ、小説が元になっておりましてでこの「変な家」っていうのが家の間取りを見て「ここなんやねんこの押し入れこのスペース何のためにあるんやろ?」っていう間取りの変な部分を調べていけば調べていくほどどんどんホラーな話になっていくという作品なんですがユーチューブウケツさんのユーチューブ自体はものすごく人気ですし最近では映画。 自自体体ももものすごくヒットしましたしまた小説自体も売れてますなので「変な家」自体はいろんな媒体でヒットしてるんですけれどもこの漫画のいいところは怖さの塩梅がちょうどいいです実写と小説のいいとこ取りがこの「変な家」の漫画なのでもちろん間取りとして絵が出てくるしでその絵が出てくる上で立体的にじゃなくて。 漫画としてて平面的に描いてくれるのであこここういうことなんやこここういうことなんやっていうのを伝えてくれるしなおかつこの変な絵自体は一応ミステリーホラーなので怖さがあるんですけど漫画という媒体だからこそ怖さがちょっと苦手な人でも読みやすくて楽しめるというかイラストである分よりフィクション感が強くなるのでそこがやっぱり漫画のいいところやと思ってて。 この変な家に関してはやっぱりよりフィクション感強くなおかつ怖さも楽しめるっていう作品で、まあ、この間取りを調べていけばいくほどどつぼにはまっていくぐらいいろんなことが行われてるしんんでくださいそれぐらいねいまいに見えてる家の景色が本当に全てなのか疑いたくなります。 ま、実際僕はあの、この漫画読んで、もちろん小説見て、YouTube 見て、すべてのクローゼットの奥は一回トントンしました。ちょっと怖さから。ここ大丈夫か、ここ大丈夫かって思うようなシーンがいっぱい出てくるんですけど、でこのま主人公と建築家の栗原さんっていう、まあ、キャラクターが基本会話劇で進めていくんですけど、読めばわかると思うんですけど、主人公がこんな間取りがあって変じゃないですかって、 依頼されて調べていく調べていく上でこの建築家である栗原さんに「こんな間取りなんですけどどう思います?」って電話で確認して後々また栗原さんから電話が返ってきて「こここういう状況なんですよ」って説明してくれるんですけどこの栗原さんの考察が栗原さんが全て仕掛けてるんじゃないかってぐらい栗原さん全て読み解くんでそこの面白さもあるんで。 変な家、間取りにまつわるミステリーなんですけど、その間取りに住む人間模様、ヒューマンドラマも見せてくれるので、多方面のエンターテインメントが入ってる作品なので、もし YouTube の受け手さん見てない、小説読んでない、えー、実写の映画ももちろん見てないっていう方は、俺は漫画からが意外におすすめかなと。手軽に読めるし。 この変な家シリーズ知らない人は漫画で見ていただいて漫画でなんとなくのストーリーを理解して映画を見るとあ、この部分は映画では省かれてんねやっていうのは結構出てくると思いますあの映画にても2時間なんで結構割愛してます小説の部分をそういう意味ではこの漫画変な家読んでいただいて自分の家の間取りに怯える毎日過ごしてもらえたらなと思います まあでも漫画なんでほら怖い作品苦手な方も本当に読みやすくなっているものとなってるんでちょっとほら実写で見るの苦手やなっていう方は是非こちら漫画にて変な家ご覧ください。さあ最後にご紹介する漫画は「転移先はくすしが少ない世界でした」でございますますあ、ももうう今ね、異世界転生ものがもう膨大な量あります。 転生しすぎて今やどこにおるか分からんぐらいの状況なんですけどそんな中でこの転生もので,で最近流行りのこのくすしというキャラクターがこう合体した作品なんですけど主人公転生した先でリンちゃんって呼ばれる女の子なんですけど、まあ、リンちゃんがいろいろあって転生します転生した先で生き延びていかないといけないでもどうやって生き延びていったらいいんやろう でも自分ができることないやろうなと思ったら、まあ、一応薬の知識はあるのでその転生先で薬師という、まあ、お仕事に就きながら生きていこうかななと思った時にお金持ちの家の男の人とひょんなことから出会いんちゃんは薬が作れるということでその男の人に「ちょっと俺ん家来てくれよ」っていうので家まで連れていかれで家に着いたら「うわ大豪邸とんでもない名家の人やったやん」。 でも話聞いてったら弟と大いで揉めててだからまあいろんな状況が繰り広げられてる中その中でじゃあ薬師として生きていく生き延びていくためにはじゃあそこに甘えなあかんっていう中でじゃあそのお家の人たちのなんか役に立たなければみたいなことでいろいろ薬を作っていったりするんですけどここで他のちょっと天性ものとはまた違うのがとあるモンスタースライムを仲間にして。 で、スライムがいろいろ自分の手足となって動いてくれて、薬を作った、作るための薬草であったり、薬を作るための必要なものをこのスライムがいろいろ取ってきてくれるみたいな動きをしてくれるんですけど、だから転生ものでありで、流行りの薬が入ってて、なおかつスライムが入ってくると。だらこのちょっと転菅的な要素も入ってくる。っていうので、本当この転生もののいいとこ取り作品ですね。 でそんな中でンちゃんがこの転生した先でどのように生きていくのか寿司というね職種が少ない世界でどういうふうにこう生き延びていくのかその中で自分を助けてくれたこの男性と恋に落ちるのか落ちないのかっていうところが見どころの作品ですね。ここの作品ははももううう確実アニメですこれはもう一択ですすれ一択ね誰やろうな 声優さん、まあ、花澤さん、ん花かな。やっぱり花澤さんとスライムが種咲さんでいきたいもうこのコンビなら間違いないでしょうこの2024秋もしくは2025の春クールからアニメは多分間違いなくされると思いますぐらい面白いですはい転生ものが多すぎてどれから見たらええねんどれから読んだらええねんって 分かんないいものが結構多いと思うんでまだ単行本の関数もそこまで出てないのでサクッと読めるしで物語も割と現代にも近い話が多いので遠すぎない世界観で物語が描かれているので意外にスッと入りやすいと思うのでもしこの「転生もの異世界転生物」で何かしら面白いものを探している方は是非こちらの作品読んでみてください。 さあ今回は「みんなが選ぶ電子コミックス大賞2024」の受賞作品の中からいろいろ私が気になる4作品ちょっとお伝えさせていただきましたがまあ正直ねもうコミック大賞に選ばれてる作品全部面白いだから面白くないと選ばれないしで言うなら選ばれてない作品の中に掘り出しもんもめちゃくちゃあります。 一回このコミックシームはね面白そうな作品も表紙からでも何でもいいんで選んでみて読んでみてそ,でその作品が次のコミック大賞に選ばれるかどうかで自分とセンスと世の中のセンスのジャッジするみたいな遊びもできると思うのでもう膨大な数漫画はありますから本当に僕が今お伝えした4作品以外でも皆さんが目に留まってあ読んでみたいなっていう思う作品があれば単行本一巻買わなくても。 1>, 1話だけ読むっていうことができるので1話だけ読んでハマらなかったら僕はやめてもいいと思いますぐらい最近の漫画1話で心つかんでくるんでだから騙されたと思ってちょっと気になった作品は1話だけ読んでみてくださいそれを読んでみてあなたの人生が豊かになる作品がどこかに必ずありますのでまあコミック CM でいろいろ調べていただいていろんな作品に出会っていただいてこのこの先 間違いなく漫画オリジナルのドラマアニメもっと増えるからこのサブスク全盛時代今ももちろん多いけど今よりも数倍増えていくのは間違いないんでで漫画に関しては日本が絶対に世界一なんでもうこれは間違いないんでアニメもだから漫画とアニメが世界一の国に我々は生まれて育ってるんでぜひ たくさんの漫画、たくさんのアニメ面白いものいっぱいありますのでコミック c モの方でいろいろ調べて皆さん楽しんでみてくださいということで今回は私がおすすめする「電子コミックス大賞2024」の受賞作品から4作品お届けいたしましたまた次回お会いしましょうさようなら最後ままで見ててくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。